民間の調査会社コンファレンスボードが発表した6月の消費者信頼感指数は 98.7 で、前の月から 4.5 ポイント低下しました。2ヶ月連続で悪化し、去年2月以来の低水準です。先行きを示す指数も前の月から 7.3 ポイント低下したことから、発表元は今年後半の成長率が低下し、年末までに景気後退するリスクが高まっているとしています。